成長したわらびシダ植物は、いかんたば植物かつ、非種植物である植物の総称、もしくはそこに含まれる植物のことで、胞子によって増える植物である。側系統群であることがわかっている。側系統群を認める分類では、シダ植物は、シダ植物門として、一つの分類群にまとめられることもあるが、単系統群のみを分類群とする体系では、 シダ植物門と日陰のカズラ植物門の二群に分かれる。非単系統群であるが共通する点も多く、ここではこれらを総合して説明する。より一般的なシダについてはシダズナを、それ以外については各群の項目を参照。各シダ植物はそれぞれに性質の違う点もあるが共通の性質はおおよそ次のようなものである。イカンタバ植物である。 種子を形成しない。配偶体と放子体という二つの世代があり、世代交代を行う。放子体が生活史の中心を占めており、放子形成が主な散布手段となっている。放子体が主な生活形態だが、配偶体も放子体から独立して生活している。これらは植物界にあって放子体を発達させて、遺憾束を持つようになった群のうち、 出植物以前の性質を共有するグループといっても良いものである。陸上植物は、舎軸藻類とシマイ群の関係にある。陸上植物の中では、苔植物がまず現れ、苔類、全類、ツノゴケ類の順に古い起源を持つ。イカンタバ植物は、ツノゴケ類と同一の起源から進化してきたと考えられる。初期のイカンタバ植物は、茎が発達する一方で、 葉の未発達な段階があったと考えられ、そこから小橋だるいと大橋だるいが別々に葉を発達させてきた。大橋だるいからは種子植物が現れる。商用シダ類から日陰のカズラ植物門が生き残り、大橋だるいからシダ植物門の各種が生き残った。シダ植物門には樹木のような形態をとり、時に高木になるものが含まれるが、 それ以外の類はいずれも小柄な植物である。しかし、それぞれに、古生代には大きな樹木のようになった先祖があり、いずれも多くの種を抱えていたとされる。従って、現在の状態はいくつかの系統の、それぞれごく一部のものが小型化して生き延びた姿とも見られる。下記の分類は、ヨネクラによる。伝統的には、シダ類は、葉を持つもののみを含め、近縁の種は、 シダ様植物と呼んだ。前者には、新のシダ類と薄のシダ類とが含まれ、後者には、特サ類、松原類等が含まれる。シダ類とシダ様植物を合わせたものをシダ植物と言い,い、これらは言い分けられていた。下記の分類は、下等編による。シダ植物の生活感は、典型的な単腹世代交代型であり、胞子体と全葉体の2基があり、 それぞれが生活を営む。全葉体は死ゆ動体が一般的であるが、岩姫蚊や水生シだは死ゆ遺体である。この場合、胞子に死ゆの別がある。全葉体と発芽したばかりの本体用の構造は大きく大葉と小葉に分かれる。前者は大きく広がった葉で葉脈がその中で枝分かれする。シだ植物物門のものと種子植物はこれである。 商用は小さく単純で、葉脈は旬脈のみで枝分かれはない。日陰のカズラ植物門のものがこれである。特沙綱は当初は小場であるとされたが、現在では大葉の一つと見られている。シダ植物の茎は、ほとんどが、肥大成長を行わない。遺憾束の配置は、出植物の新生中心柱ではなく、中心に木部、それを支部が囲むという原生中心柱か。 その変形、あるいは、それが、同心円的になった、毛状中心柱という形をとる。ただ、花やスリルだけで、神生中心柱が見られる。胞子をつける、胞子葉と栄養葉の間であまり変わらないものから、連続的に、極端に苦手性を持つものまである。校舎では、栄養葉の上に胞子葉が乗っかっているように見える、花わらびや、 胞子葉がそれと見てわかるイ胃の元足、獅子頭、草素ツなどが観察しやすい。胞子脳はこれらの植物の生殖器官である。基本的には柄を持つ脳状の構造で、その内部に原数分裂によって胞子を形成する。この胞子脳の形成の様式に大きく二つある。薄脳性単独の細胞から始まり、完成した胞子脳は単一の細胞層に包まれる。 普通のシダ類はこの型。心脳性数個の細胞が起源となって垂直方向に分裂して、胞子脳を形成する。完成した胞子脳は複数層の細胞層に包まれている。日陰のカズラ類、ミズニラ類、クラマゴケ類、マツバラン類、トクサ類、花ヤスリ類、それにリュ体ビンタイ類がこの型である。シダ植物のほとんどは一種類の胞子を作り、 それが発芽すれば、全葉体には、卵と精子が形成され、受精が行われる。しかし、種子植物では、花粉と肺炎というように、全葉体に雌有の別があり、異なった部位で異なった形の胞子が形成されている。このような配偶体の明らかな二形成は、その元となる胞子の大胞子と小胞子の二形成に基づくものである。 このような胞子の荷型が見られるのは、原生のシダ植物では、クラマゴケ類、ミズニラ類と水性シダ類だけである。一般のシダ類では、全容体は白膜状で、ややゼニゴケを思わせる姿をしている。しかし、全く異なった姿のものもいくつかある。やや異なった形のものとして、細長いリボン状や紐状のものがあり、普通のシダ類の一部に見られる。 海上地中性で、塊のような姿の全葉体を作るものに、日陰のかずら類、松原類と花やすり類がある。この型の全葉体は、菌類と共生関係を持つ。内生型全葉体が、胞子の膜外に伸び出さずに形成されるもので、クラマゴケ類がこれである。この形は、種子植物の場合にやや近い。シダ植物は、イカンタバ植物であり、いわゆる根、ね、茎。 歯があると言われる。しかし、この点から見直さねばならない例もある。根も歯もないもの松原類は、ほぼ全体が茎の実からなり、分化した根も明らかな歯もない。そのため、かつてはそれらが分化する前の原始的なものの、生き残りと考えられた。現在では、より発達した群から対価的に生じたとの説もある。丹根対、クラマゴケ類と、ミズニラ類に見られる構造で、 茎に似ているが、葉を生じず、地中に向かって伸び、その上に根を生じる。クラマゴケ類ではほぼ根に見える、細長いものであるが、水ニラ類では短く詰まった形である。太陽体、花やすり類に見られる構造で、茎に見えるが、限定成長を行い、その上に胞子用と栄養用をつける。日本ではわらび、ゼンマイ、草素鉄など、山菜として利用されるものがいくつかある。 その一部は商品として流通するほど広く利用される。十文字詩だ、ナチシだなども食用とされることがある。東南アジアなどでは大谷渡りや水わらびも使われる。ただし、それらの中には毒性を有するものも多く、わらびなども生で摂取すると中毒症状が出る。過食とするためにはアク抜きなどと称する処理を行わなければならない。例えば、ブータンでは、 岩田高のディプラジームマキシマムや、ナチシダ、ランダイワラビなどを食用とする。これらはいずれも毒性があって家畜が食べない。そのために肥沃な放牧場にはこれらがよく繁茂し、地元民は良質な食材を入手できるというシステムが成立している。ヘゴなどの寄生シダ類の幹や、ゼンマイ類の根幹が、洋卵栽培など園芸用資材として利用される。また、大谷渡りなど、 干渉価値の高いものは古くから栽培されてきた。広くシダ植物の範囲では岩ヒバと松原が日本では古典園芸植物として江戸時代より栽培が行われた。ただしそのための採取によりこれらはその個体数が減少し絶滅に瀕している地域もある。ありがとうございます。